固体酸素は酸素の単体で固体状態のもの、高圧条件下、または標準大気圧条件 54.36K 以下の温度で生成する。固体酸素には様々な層が知られており、圧力や温度条件の変化によって互いに相転移する。酸素分子は分子性磁性、結晶構造、電子構造及び超伝導などに関連するため、 興味を持たれている。また、酸素分子は、磁気モーメントを持つ、唯一の単純二原子分子である。固体状態での酸素は特に興味深いことに、特殊な磁気秩序を示すスピン操作型結晶であると、考えられている。超高圧条件では、固体酸素は、絶縁状態から、金属状態に変化し、超低温条件では、超伝導状態に変化する。 固体酸素の構造研究は1920年代に始まり、現在では6種の異なる結晶状態が認められている。固体酸素には全部で6種の異なる層が知られている。様々な色を示す。アルファ症、薄青色から1アトムでは、摂氏249.35度以下で生成。単車症、ベータ症、 炭性色から桃色から1アトムでは、低、摂氏229.35度以下で生成。味方症。室温、高圧条件で4酸素に変化。ガンマ症。炭性色から1アトムでは、摂氏218.79度以下で生成。立方症。デルタ症。大々色室温条件では、QGPA で生成。イプシロン症。 親赤色から黒色室温条件では 10GPA で生成。ゼータ症、金属状態からすべての温度条件で 96GPA 以上で生成。室温条件で加圧することによりベータ症と呼ばれる状態に凝固することが知られ、さらに加圧すると相転移が起こり 9GPA でデルタ症、10GPA でイプシロン症に変化し、色は桃色。 橙色、赤色に変化する。さらに加圧すると色が暗くなり黒色に近くなる。さらに加圧すると金属製のゼータ症が 96GPA で見られる。室温条件での酸素の圧力は 10GPA を過ぎると異なる同素体への変化を経る。その体積現象は顕著で色は青から新赤色に変化する。このイプシロン症は1979年に 発見されたが構造は不明であった。その後1999年に赤外吸収スペクトルによりこの層は結晶分子中に O4 分子が含まれることが仮定された。しかしながら2006年 X 線結晶解説によってイプシロン酸素または赤酸素として知られていた層は O8 分子で構成されることが判明した。 おうに分子からなるひしが8クラスターを理論的に予測したものは誰もいなかった。この層は暗赤色を呈し、非常に強力な赤外吸収と時気的崩壊を示すため他のすべての層と比べて興味深い。また、非常に大きな圧力領域でも安定であるため、多くの X 線解説、文献学、理論的研究のテーマとなった。それらの研究により、単車称、 C にマイメートル対象を持つことが示され、また、赤外吸収の挙動は、大きな酸素分子単位の解合によるものと考えられている。イプシロン症の固体酸素に 96GPA を超える圧力を加えると、ゼータ症が出現する。この層は1990年に酸素に 132GPA の圧力をかけた時に発見された。ゼータは、金属光沢を持ち、 超低音で超伝導を示すことが知られている。ありがとうございます。